今年のニュースで何かと話題に上がった煽り運転、私も仕事の移動中にまさか遭遇したんです。それは報道番組でよく見る煽りそのものでした。うわぁ、危ないなこいつ、何なんだよ。煽り運転の車は僕に車を止めるように指示。これもニュースで見るまんま、私は怖くなり指示されるがまま車を側道に止めました。すると男は鬼の形相で僕の車に近づいてきたんです。おいこら、汚い軽自動車が生きてんじゃねえぞ。窓ガラスが割れるんじゃないかというくらいの強さで叩く男。あのニュースで見たようなことが自分の目の前で起きている。やばい。私の車にはドライブレコーダーはついていない。私はニュースで煽り運転に巻き込まれた人がカメラを回し出したら立ち去っていく映像を見たのを思い出し、とっさにスマホを取り出し男を撮り始めました。しかしその行動は火に油を注ぐ結果になってしまった。さらに怒りが増した男はさらに罵詈雑言をまくし立ててきました。何カメラ撮ってんだよ、今すぐやめないと。でこっからだ、頭で車ごと玉だぞこの野郎。うわあ、すいません。おらおらてめえ、車から出てこい。おら、全く男が車から離れる気配がない。これはあのニュースになった事件のように一発殴られないと終わらないやつなのか。もう逃げられない。大人になって殴られるの嫌だけど、殴られたとしても 2,3 発で死にはしねえだろうし、これは神様が与えた試練だと思う。仕事までの時間もあるし、一旦窓を開けて話をした方がいいと判断し、パワーウィンドウのボタンを押そうとしたその時でした。うら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 、なんとまた新たに悪そうな人たちがやってきたんです。そのバイクの集団は私の車の前で止まりました。これまたこわもての集団、まさにこの世の終わり。もしかしてこの煽り運転野郎の仲間さん、これは絶対絶命のやつじゃんか。おい兄ちゃん、なんだかやらかしてくれてんじゃねえか。新たに現れたのはヤバそうな4人。もう絶対絶命の大ピンチでした。しかしここから予想だにしない展開が待っていたんです。お前最近軽自動車を中心に煽り運転して楽しんでるやつだろ。え、何のことですか。噂になってんだよ。あれ、仲間じゃないのか。お前煽り運転のニュースあんだけやってんのにまだやってんのか。やめとけ。いいか。すいません。今後二度とすんじゃねえぞ。次見つけたらただじゃ済まねえからな。さっきまで意気揚々としていた男は顔が真っ青になり倒れ込んでしまいました。何のんきに座ってんだ。10秒数えるうちに車乗ってここから立ち去らねえとぶっ殺す。帰ります。男は逃げるようにその場を立ち去っていった。あれ、あまりの突然の展開に状況がいまいち飲み込めてないが、これって助かったってことですよね。最近この辺で煽り運転して調子こいてるやつがいるって聞いてよ。ああいうのって勝手に暴走族上がりの仕業と思われがちなのよ。それが俺らも気分が悪くてよ、当時の OB で集まってパトロールしてたのよ。でもなんとか見つけて成敗できてよかった。ありがとうございます。なんと私は元暴走族の方に助けてもらい、九死に一生を得ることができました。バイクで立ち去るその姿はどんな仮面ライダーにも負けないほどのかっこよさでした。煽り運転などを受けた場合は駐車場などの安全と思われる場所へ避難しましょう。近くの警察署や交番に助けを求めても構いません。高速道路ではサービスエリアやパーキングエリアなどの休憩施設を利用しましょう。車線上や路側帯に停車すると後続車を交通事故に巻き込む危険があるからです。駐車場ではできるだけ人目の多い場所に停車しましょう。相手が追ってくることもあるのでドアをロックし、ためらわずに携帯電話などから110番へ通報してください。同乗者がいれば走行中でも携帯電話などから通報を頼むことができます。脅しや挑発を受けても不用意に車外へ出てはいけません。警察官が到着するまで車内に待機し、身の安全を確保しましょう。またドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを有効に活用することも大切です。相手が現場から逃げても記録した映像や画像が捜査に役立つことがあります。
それでは皆さん、良いドライブを。